ナチュル編第10回、始まります。ガレリア級ワードローブに高冷凍を放り込んだところからスタートです。高冷凍のやつ、帰ってこねえ。暇すぎる。ん？なんだこれ。置き手紙？何何？見つかってないよな。いや、声は聞かれたかも。あのミナリ、貴族か。馬車の音に気がつかなかったのか。今のは危なかった。やっぱり夜以外に出歩くのはやばいかもな。お仕事半ばですが、おいとまをいただきます。まったく、猫も杓子もまがいものの自称魔女ばかり。何の成果もあげぬまま逃げ去るとは。やれ錬金釜だ、やれ女子だと散々要求した挙句がこれとは。一応エントランスも見えるわ。うん、あなたは。え、私ですか。手短に名前と要件。あ、張り紙を見てきました。こちらでお手伝いの。あ、そうだ、これ学校の成績証明書です。ユリイカさん、これを見る限り勉学については優秀なようだ。いいでしょう、雇いましょう。では。なんだあいつ、いきなりピンタしたぞ。まずは名前をフルネームで名乗ること。その次に要件は明瞭に。当家で働く以上粗相は許しません。私のことはビスマン卿、もしくは伯爵様と呼ぶよう。二度目はありません、そのつもりで。はい、伯爵様。怖え。なんだよこのバイオレンス、中世かよ。にしてもあいつも相当どんくさい女だな。で、あなたには本来であれば魔女様の助手をお願いしたいのですが、その魔女様が現在不在でね。当面は屋敷の管理維持、雑務全般があなたの仕事になります。いいですね。はい、家事は得意なので任せてください。私頑張ります。いいでしょう。では屋敷の中を案内しましょう。ここがあなたの部屋です。屋敷内の備品同様自由に使って構いません。ただし北東の部屋と森の外れにある廃教会の。あれ、でもここ他に誰か使っていませんか。うん、もしかするとここらを徘徊している野良猫か近所の不老児かもしれません。美術品にとって動物と子供はその価値を理解できぬ害悪そのものです。見かけても決して屋敷には入れないこと。え、でも今天井裏に誰かいるような。そこに誰かいるのか。わー、野良猫。こら、黒な。あい、つつつつつつ。なんと物取りが侵入していたとは。あの、その
その、私は…うわー、その黒装束、もしかして魔女様、魔女様ですか？そう、お探しの魔女です。すすの魔女、すすの魔女のナチルです。素敵、私魔女様見るのは初めて。その伯爵様が有能な魔女をお探しと風の噂で聞きまして。魔女、なるほど。その身なりに喋り方、確かに物取りではなさそうですね。勝手に入り込んだのは感心しませんが、まあ魔女とは元来そういうものだとか。いいでしょう。ではあなたにチャンスを差し上げましょう。それができれば、いや、できなければ盗っ人のザレ言とみなし、胴体と首がお別れをすることになりますが。いいですね。はい。ではこちらに来なさい。説明しましょう。このガレリア宮の秘密とも言うべきこと、にわかには信じられないでしょうが、この屋敷の地下には巨大な迷宮が広がっており、このワードローブから、というわけです。ああ、これならできると思います。いや、できます。まあ口では何とでも言えます。これまでのエセ魔女たちも皆そうでした。だが当家では結果が全て。屋敷にあるものは自由に使って結構、とにかく良き成果を期待しています。そうそう、あとこちらは先ほど雇った当屋敷の家政婦であり、今からあなたの助手です。魔女、魔女様なんですね。あのユリーカ、私はユリーカです。よろしくお願いします。こいつよく見たらなんかウールーに似てるような。ん？私の目の届くところでの粗相は許しません。ごめんなさい。何か？いや、なんでもないです。ではあとは任せました。魔女を名乗る以上、まずは地下からそれなりの品物を持ち帰ること。いいですね。はい。なんだ。さっきぶたれたのは自分のせいだろ。始末が悪いやつだな。ねえ、風邪ひく前に着替えに行こうよ。洗濯は私に任せてください。うるさい、自分でやるから。でもそれは私の仕事だよ。着替えが済んだら応接間に来なさい。ここの歴史、あなたにやってもらいたいことを詳しく説明しましょう。一応記録は残さないとな。だけどいきなり現地人と接触したなんて、ソサエティの人には絶対に見せられないぞ。あ、高齢と、やっと帰ってきたか。心配したぞ。どれどれ。うん、ちゃんと持って帰ってるな。これは確かにマナを帯びている。アパルトマンで見つけたものと同じ感じの品だ。とりあえず伯爵への証明としてはこいつを渡せば良さそうだけど、多分チェチーさんが言っていたものではないな。もっと強力にマナを放出し、アニマを、情念を感じるものが欲しいらしいけど、まあとりあえず自動書記で何があったか確認するか。
ほど。確かにこっちはアパルトマンとは全然違うな。アパルトマンが次元の狭間にできた現実の模倣のようなものに対して、ここのは本当に地下に広がる迷宮って感じだ。それにこのガータンってマナニアはなんだ？クリーチャーがいる空間だし、少しくらい喋れるやつがいてもおかしくはないけど、まあかなり広そうだし、もっと探索を進めれば何か手がかりが見つかりそうな感じはするけど。魔女様、魔女様いますか？あんたノックくらいしてよね。あいつより年上っぽく見えるけど、見れば見るほどウールーなんだよな。やっぱ何か関係あるのかな。ねえねえ、お仕事終わったら一緒にお話ししましょうよ、ナチ。は？何勝手に呼び捨てにしてんの。そもそもあんたいくつだよ。私？私は16歳だよ。魔女様は何歳なの？私はその魔女だからね。その316歳、いや、この前の誕生日で317歳かな。わあ、私と同じだ。私も今度17歳になるの。いや、だから300。同い年の友達なんて嬉しいわ。もういい、私に構わないで。ほら出てって。あんたは物置ででも寝てろ。あいつを見るだけでウールーを思い出してムカつく。やあやあ、聞こえるかな？きっと。やあなっちゃん、楽しくやってるかい？そう見える？それが何にも見えないんだな。世界またぎの投影術はなかなか難しくてね。そちらで僕の姿が見えているといいんだけど、そっちの様子は残念ながら見えないね。声だけだよ。こっちは見えてるよ。まあ別に声だけ聞こえたらそれでいいんだけど。なっちゃんが寂しいと思って僕の美貌をあえて送っているのに。はいはい。でもクラリスさんじゃないんだ。クラリス城はあれから全然来てないね。多忙なエース様だから仕方ないけど、ま、それまでのサポートは僕に任せなよ。っていうか、そっちでうまくやれてるかい？誰にも見つかってないだろうね。え？ああ、まあね。そうか、それなら安心だ。その調子で頼むよ。その調子も何も、やることなんて何もないのに。とにかく2ヶ月間こっちにいたらいいんでしょ。まあね。でも細かいことは神の溝、いや、ウールーちゃんの溝知る、だからね。言ってることめちゃくちゃだね。それとさ、こっちにウールーに似たやつがいたんだけど、これってどういうことなの？気のせいじゃない？双子世界とはいえ時代が違うからね。さすがに同じ人物はいないよ。それを言うなら僕やなっちゃんのそっくりさんもいるってことになるしね。まあウールーちゃんのご先祖様って線は否定できないけど。え？そうなの？適当に言っただけだよ。はあ？あんた何言っているか意味わかんないよ。はいはい、反抗期だね。なっちゃんは病気もあるんだし、まあ体調に関わることは気をつけな。ちなみに他にそっちで誰か見た？ここの屋敷の主人とフロジ、あとやんごとなきお方っぽい女性かな。それは歴史上の人物かい？さあ、館の主は普通の貴族っぽいけど、女性の方は姫様っぽい服装というかお付きがいた。なるほど、それは王妃ルバリエールかもね。
享年62歳、断頭台に露と消えた第七王妃、血の王妃とも言われている。王都から郊外にある自前の荘園に通っていたって記述は残っているね。まあそっちじゃまだ50代半ばくらいかな。でもここには住んでないみたいだけど。ああこりゃ思ったより不安定だね。今回はこのくらいにしておこうか。適宜連絡はするつもりだけど、まあ不安定だし、もし人に見られそうな時はそいつを隠すように。いいね。じゃあ引き続き頼むよ、なっちゃん。待って、お母さんの様子は？今は病院。あれから交わしてないけど、ジルルダ女子が説得して連れて行ったよ。ちなみに治療費の心配はしなくていいよ。当然ソサエティで持つからさ。大丈夫なの？まあすぐにどうこうってことはないから、数日中には一度退院できるよ。でもターンオーバーに根本的な回復はないからね。わかった。それじゃああとはよろしく。まあどんな人物がいても接触しなければ問題ない。気にしすぎず頼むよ。あとこれはなくすなよ。これないと通信できないからね。それじゃ。早速接触しまくってるなんて言えないよな。それじゃあ私は伯爵にさっきの品を届けるから、お前はチェティさんに頼まれた特に強い力を放つ気品だっけ、アパルトマンで見つけたものと対になっているなら全部で7、8個ってところだと思うから、それを地下で探してきてよ。マッチ、ご飯だよ。うっ、あんたね、ノックしろって言ってるでしょ。だって魔女様だけど同い年の子がいてくれて嬉しいんだもん。やっぱウールーとは別人だな。といったところで今回は終了です。次回魔女様のお役目。それでは皆さん、お達者で。